2009年ドイツ連邦議会選挙は、ドイツ連邦共和国の会員に相当する連邦議会の議員を選出するため、2009年9月に行われた選挙である。前回2005年の連邦議会選挙の結果、ドイツキリスト教民主同盟、キリスト教社会同盟とドイツ社会民主党の大連立で発足したアンゲラ・メルケル政権の4年間に対する評価が問われる選挙戦となったが、 スピードが議席を大幅に減らし、自由民主党や左翼党、同盟90、緑の党などの連立に参加していない政党が大幅に議席を増やす結果となった。選挙は27日に党開票された。前述したようにスピードは、シュレーダー政権時代に進められた改革に対する反発から従来からの支持者が離反、前回よりも10%以上票を減らし、 議席数では2005年度比で76議席減の146議席となった。反対に、セディ、シエスは、得票では1%余り減らしたものの、議席数では、前回より10議席以上増やす結果となり、同じ連立与党で、正反対の結果となった。一方、FDP と左翼党、同盟90、 緑の党の3党は得票で共に10%台となり、議席を大幅に増やして躍進した。選挙の結果、セディ、シエスと FDP の中道右派連合が多数派になったことを受けて、セディ、シエスと FDP は連立交渉を行い、翌10月26日に合意に達し、28日に連邦議会で首相指名選挙が行われ、メルケルが改めて首相に選出され、 第二次、メルケル政権が発足した。投票率第一投票での当選者の所属政党、全16州のうち、セディ、CS は14州でトップとなった。一方、スピードはブレーメン州でのみの勝利に止まった。左翼党は、前回議席阻止戦の5%を下回った。シュレース・ビヒホルシュタイン州、ニーダ・ザクセン州、バイエルン州も含め、16州すべてで5%を。 上回る得票を得ることができた。ありがとうございます。